つとむ森ツトム2月28日から1930年。名のツトムを書くとも読むが、本来の読みはツトむ。東洋のセシル・ローズを辞任した帝国主義者。軍部と提携し、日本の中国進出に大きな役割を果たした。1883年2月28日、大阪府大阪市西区江戸堀に生まれる。父は、判事大阪市議会議長を務めた。 森作太郎。慶應義塾幼稚者を卒業したが、成績不良と素行不良のため、慶應義塾普通部に進めず、大阪に帰郷。その後、東京商工中学校を卒業。1901年東京高等商業、学校入学試験に不合格となる。父と旧地の中であった、三井物産上海支店長で、後年、立憲声優会幹事長。 南満州鉄道総裁を歴任する山本上太郎の援護で同志天使な主要性として中国に渡る。上海支店社員時代に中国語、英語に通じたほか、日露戦争では東シナ海洋上を接近するバルチック艦隊の功績をいち早く発見、打電して日本海海戦の勝利に民間から貢献した。また、侵害革命では孫文に対し革命資金の 圧戦を行った。三井物産天津支店長を経て、1916年に上中直明と共に東連炭鉱工業権を得ると、翌1917年より東洋炭鉱小田原宝石、東洋乱業東洋製鉄など次々と事業を起こして事業家となった。1918年に声友会に入党して政界に進出、等に多額の献金をする。 1920年に三井物産を退社し、声優会公認で神奈川県第7区から第14回衆議院議員総選挙に立候補し、初当選。選挙に多額の資金を継ぎ込み、金の出所をめぐり、満鉄事件と言われる疑獄事件に発展している。この疑惑がたたり、次の第15回衆議院議員総選挙では落選する。 その間、1923年には、声優会院内幹事となっている。1925年、栃木県選出の横田千之助が亡くなると、横田の地盤を引き継いで、補欠選挙に当選し、国政に復帰する。1927年、田中義一内閣で、外務政務次官に就任する。当選2回でありながら政務次官となるの、田中義一首相が、 外務大臣を建設したため、森は政務次官ながら事実上の外相として、辣腕を振るう。田中政権下で、対中国強行外交を強力に推進し、三島出兵、東方会議開催などに奔走した。また、万望を中国本土から分離することを目論み、超作林爆殺事件にも関係を取り沙汰された。田中内閣が総辞職すると、 1929年、声優会幹事長に就任する。ロンドン海軍軍縮条約をめぐり、1931年2月、首相臨時代理の締原基重郎外相を攻撃し、浜口内閣を揺さぶる。第2次、若月内閣を経て、同年12月13日声優会の犬会、内閣が成立すると、内閣初期官庁となる。しかし、 軍部との関係を政治基盤としていた森と、喫水の政党政治家である犬飼は、大陸政策をめぐって対立する。森は犬飼に対して、内閣改造を提言するが入れられず、辞表提出、預かりとされる。1932年5月15日の5.15、事件では、会心の笑みを漏らした様子が語られている。生前の犬飼と激しく対立しており、 閣議の席で、軍人に殺されるぞと述べたことや、声優会幹事の久原久之助が、森が、兵隊に殺させるという情報が入っていると、犬飼の親族に連絡したことから、暗殺を手引きしたとも言われていた。同年7月に発病。12月11日、治病の頭打に肺炎を併発し、滞在先の鎌倉海浜ホテルにて、東郷真嗣と鳩山一郎。 カオル夫妻に見取られ死去。去年50、ありがとうございます。